僕はゲーム、ビデオゲームを作ってもう15年ぐらいになるんですけども、いつも僕が思ってるのは、やはり食衝動に忠実なものを作ろうというふうに思ってて、で自分のそういう考え方がどこから生まれてきたのかなっていうのを、まあ、あんまり考える気はなかったんですけども、今回、狂い咲きを久々、また見直してですね、じいさんにお会いする前に、その時に、やっぱりパンクであり、ロックでありっていうものが、音楽じゃなくて、音楽のジャンルじゃなくて、実は考え方だったりとか、ものを作る時のマインドだったりとか、そういうものなんだなっていうものを、多分僕は狂い咲きから教わったっていうのをですね、見直して、本当に、本当に原点がここにあるなって、実は最初にバーストシーンの方を僕は先に見て、その後狂い咲き見たんですけども、この2本が、なんか自分の中に結構血となり肉となり動いていて、それが自分の作るゲームのですね、すごい衝動になって、とにかく食衝動を忘れずにものを作るっていうのを本当に石井さんから教わったというふうに思ってまして、心の師匠だというふうにですね、はい、思っておりました。はい、本当に今日お会いできるっていうのはですね、ちょっと信じられないと言いますか。何かご質問は、はい、いや、ありすぎてですね、何を起きてるのか、まあ、インタビューとかも全ほとんど読まさせていただいてですね、はい、本当にお会いできるだけで感無量ではあるんですけども、はい、やはり僕が長野という田舎から東京出てきてですね、で東京っていう街をもう20年近く住んで、でやはり東京の闇みたいなものをすごく見てきたつもりなんですね、うんうん、でそういったものを石井さんの映画を見てるとすごくピンポイントで描いてらっしゃる。で描き方みたいなものっていうのがですね、僕が見てきたその東京の闇とほぼ一緒で、あれは一体何なんだろうっていうのをですね、いつかお会いできたら聞いてみたいなというふうに。例えばどういう具体的にはどういう、ビルとビルの隙間であったりとか、あと歩道橋の上下から撮った絵であったりとか、あとは構造物がいくつか重なったところに、遠いところに主人公たちが2人いたりとかっていう、本当に構造物と、あとその地面土の上に立ったものの間に中間にいる人間みたいなものっていうんでしょうか、挟まれた人間みたいなものの絵っていうのがすごく好きと言いますか、何か自分に近いものを感じてですね、一言で言うと居心地がいいんですね、ああいう石井さんの絵の中に出てくる東京というのは居心地が良くて、これは何なんだろうなと。で僕も同じものを描きたいというふうに思っていましてですね、で犯罪者とかのゲームを作った時に、どういう形で東京というか都会というものを切り取ろうというふうにいつも考えていたんですけども、まず私も福岡出身、はい、だから東京に最初に来た時はものすごい違和感があって、はい、まずその息ができないっていうのかな、ここでは、分かりますね。だから自分のやはりこの居場所をすごい探してたっていうか、まずそういうことがあると思いますね、はい、決定的に。だからまあ人間が生きていく上においてものすごいあるプレッシャーというか、何かその大事なものを奪っていくちょっと居心地の悪い街、ここでは自分はアウトローでしかいられないっていうのが、それで例えばサンダルだったら湾岸地帯のあれとか廃工場に放り込んだりとか、その街の中の裂け目っていうのが、裏というか、でもそれはそれでちゃんと存在してるわけじゃないですか。はい、そうですね。はい、そういうこうアウトローは非常にそのなんかこのメインの中に いづらいと思うんですよ。はい。そこにその自分のだから、存在とある種の表現というのをこう求めてたと思うんですよ。でも今もその気持ちはすごくありますけど、はい、プラスなんかその。宇宙人的な目というのかな、はい、すごい異邦人の目というか、遠くからの眼差しからも同時に見るっていうこともまあできるようになったから、